ジョージ・ジョーンズジョージ・ジョーンズは、アメリカ合衆国のカントリーミュージックの歌手で、彼の独特の声や、表現方法で歌われる多くのヒット曲を持ち、タミー・ウィネットと結婚したことで知られている。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第43位。20年以上、最も優れた、現存のカントリー歌手と言われている。 カントリー音楽研究者のビル・マローンは、2から3分で曲を覚えてしまい、その歌詞に完全に入り込んでその雰囲気を伝えることができ、聴いている側もその世界に入り込んだ気分になれると書いた。彼の長い経歴を通し、しばしば飲酒や女性問題、レコーディングやツアーにおいて、感触を起こし暴力沙汰になることが話題となる。 彼のワイルドなライフスタイルで舞台がキャンセルされることから脳症状オンズと呼ばれることもある。彼の4番目の妻のナンシーの助けにより何年も断酒した。彼のキャリアでソロ、デュエットを含め150曲以上のヒットがある。彼の花の形や風貌からポッサムと呼ばれることもある。2012年8月、2013年にザ・グランドツアーの公演を最後に 家族と過ごす時間を持つために引退することを発表を。しかしその後、発熱を呼び、血圧の異常により入院し、2013年4月26日、テネシー州ナッシュビルのバンダービル島大学病院で、亡くなった。81歳遺没。1931年9月12日、テキサス州サラトガで生まれ、本名ジョージ・グレン・ジョーンズ。 テキサス州ビダーで兄弟と5人の姉妹と共に育ち、両親のレコードのコレクションから、幼少のうちに音楽に触れ、生まれた時から、ゴスペル音楽を聴いて育った。7歳の頃、両親はラジオを購入し、カントリー音楽に目覚めるきっかけとなった。9歳の頃、ギターをプレゼントしてもらい、当時住んでいたボーモントで、ストリートミュージシャンとしてお金を得ていた。 16歳の頃、家を出て、ローカルラジオ局で演奏する仕事を見つけて、ジャスパーに向かった。10代で、最初の妻ドロシーと結婚したが、1年も経たないうちに、破綻し、アメリカ海兵隊に入った。朝鮮戦争が始まったにもかかわらず、戦地に送られず、その代わり彼は、カリフォルニアの基地の近くのバーで歌った。軍を離れた後に、彼の音楽人生は始まった。 彼のアルコール摂取は伝説となった。ほぼ毎日朝起きるとスクリュードライバーを飲み、1日中バーボンウイスキーを飲んで過ごす。彼の飲酒人生でおそらく一番知られている話は、2番目の妻、シャーリー・コーリーと結婚していた時、必死で酒を手に入れようとした。しばかり生きで酒を買いに行ったのは一度ではなかった。1979年。 元妻のタミー・ウィネットの自伝にも記載されている。1996年、彼はシングル、ホンキートンク・ソングでこの芝刈り機での出来事を歌にしており、この歌のミュージックビデオで自身の逮捕をパロディにしている。1970年代、疲れすぎて演奏ができない時にマネージャーにコカインを勧められた。この紅用は予測できなかった。 彼の自己破壊的な気質は死に近づけられ、10年近く、アラバマ州の精神科に入ることになった。多くの契約を保護にし、脳症ジョーンズして知られるようになり、彼のファンから彼が、父と慕っているハンク・ウィリアムスのように多量の飲酒は、死を早めると言われることがあった。この期間、彼は、金銭的に援助してくれた友人のウェーロン・ジェニングスや、 ジョニー・キャッシュと、しばしば喧嘩したり仲直りしたりした。彼の過去を揶揄し、2曲のカントリーミュージックビデオが彼の、しばかり期の出来事を表している。一つ目は1984年の、ハンク・ウィリアムス・ JR の、オール・マイ・ラウディ・フレンズ・アーカミング・オーバー・トゥナイト。二つ目は1993年の、ビンス・ギルの、ワン・モア・ラスト・チャンスである。ギルの歌は、 シーマイトハブトックマイカーキーズバッドシーフォガット t she forgot about my old John d e r を忘れていたという歌詞に表している。ギルのビデオの最後に、彼は、ジョンディアに乗って、ゴルフのコースから離れる際、ジョーンズに、ヘイポッサムと挨拶をしている。ジョーンズは、ジョンディアで、ゴルフのコースに向かっている途中で、ギルに、ヘイスイートピーと返している。彼は、 ナッシュビルで成功している、セッションミュージシャンと共に活動。このメンバーは、ダンシャファー、ハンクシンガー、ジョニー・ペイ・チェック、ブリタニー・アレン、ソニー・カーティス、ロン・ガディス、ケント・グッドソン、ボビー・バックヘッド、スティーブ・ヒンソン。ジョーンズは24歳までに2回結婚している。最初の結婚は1950年、ドロシー・ボンビリオンとであるが1年持たなかった。 スーザンという娘がいる。1954年、ジョーンズは、シャーリー・アン・コーリーと結婚した。1968年まで続き、ジェフェリーとブライアンという二人の息子がいる。1969年、仲間のカントリー歌手のタミー・ウィネットと結婚した。1975年まで続き、タマラ・ジョーゼットという娘が一人いる。ジョーゼット・ジョーンズという名で、 自身の実力でカントリー歌手となり父親と共演した。1983年3月4日、テキサス州ウッドビルで現在の妻ナンシー・セピュルバドと結婚した。彼女はまた彼のマネージャーとなった。ナンシーは彼を飲酒及びコカイン摂取から救い出した。この夫婦は現在テネシー州フランクリンに住んでいる。 妻たち2013年11月22日にナッシュビルのブリジストンアリーナでファイナルコンサートが行われることが発表された。またファイナルアルバムとしてドリー・パー,ートンとのデュエットアルバムを発表することも伝えられた。2013年4月26日早朝81歳で亡くなった。2013年4月18日より ナッシュビルのバンダービル島大学病院に入院していた。ジョーンズの死去を受けて、ニューヨークタイムズ神は彼を最後の半世紀を偉大なカントリー歌手として過ごしたと表し、多くのセレブリティが哀悼の意をツイートした。BBC は彼は音楽人生だけでなく過激なライフスタイルでも記録を残したと語った。彼は、 長い経歴の中で1956年に最優秀新人カントリー歌手賞を受けてから2008年にケネディセンター賞を受けるまで数々の賞を受けた。また、アメリカ海兵隊にいたこともあり、インディペンデント。アーティストのキャリアの手助けをする第8回、インディペンデントミュージックアワードの審査員をしたことも、ある。ホワイトライトニングテンダーイヤーズシーシンクス、アイスティル。 ケアウォーク、スルーディスワールドウィズメウィアゴナホールドオンザ、グランドツアーザドアゴールデンリング。ニアユーエイチストップトラビングハートデイウェンカントリー、ワズント、クールスティールドゥイン、タイムイエスタデイズワイン、アイオールウェイズゲット、ラッキーウィズユー。ありがとうございます。